住宅都市整備公団2000系電車は1983年に登場した住宅都市整備公団が千葉ニュータウン線を開業した際に導入された通勤系電車である。その後の経緯から2013年の時点では千葉ニュータウン鉄道9000系電車として千葉ニュータウン鉄道が所有していた。車両の運行管理は登場時から 北総鉄道が行っている。8両編成2本が在籍していたが、後述する9200系の導入により8両、編成1本が廃車され、2013年3月以降は8両、編成1本のみ在籍していた。その9018編成も、2017年3月20日のラストランイベントをもって運用を終了した。1984年の千葉ニュータウン 1982年12月に発注され、翌1983年11月から12月にかけて落成した。2000という数字が与えられるに至った背景には、直通運転が予定されていた、北総、新京成、京成、都営地下鉄浅草線各線で、すでに使用されていた、形式番号を避けるという目的と同時に、2000年に向かって伸び行く。 ニュータウンの将来を象徴するようにという願いもあったという。戦術の各線との直通運転の都合、及び実際の運用や保守を北総開発鉄道側に委託することから、主要機器は7000型と共通の機器が多用されている。ほか、それ以外の機器においても他社線の車両とできる限り、共通のものが採用された。一方、小エネルギー化や、 保守の容易化に貢献するとされた新技術に関しては信頼性が得られるものを極力採用することになった。当初の車両番号体系は現在と異なり、低都高速度交通営団などで採用しているものと同様に100位で号車を10位と1位で製造番号を表すものであった。将来の重量編成化を視野に入れていたため、上り側の車両の100位は0で、 100位の4.58.9は欠番となっていた。当時の編成は以下の通り。以下、本校内で編成を表す場合は、上り側の車両の番号編成表記を用いる。1990年度に北総7000型と同様、8両編成家用の中間電動車が増備され、MT 比は 6M2T となった。これに続いて、 翌年の京浜急行電鉄乗り入れにあたり、先頭車の電動車化の要請を受けたことによる、制御車の転送化及び一部中間車の電装解除改造、編成中の2600番台車と2700番台車の位置変更、改版が行われている。2000型を名乗っていた頃1991年の北総開発鉄道、京成電鉄、東京都交通局、 京急4車局直通運転開始にあたり、乗り入れ先の京急の車両と番号が重複するため、1994年に現在の急線型へと解消された。この際、番号体系は、京成3700系電車などで採用しているものと同様の1位で5車、番号、100位と10位で製造順位を表すものとなっている。なお、本形式の登場後しばらくは、 神経性電鉄松戸のリーレも行われ、神経性にも2000番台の形式が存在していたため、2度の番号重複を経験している。登場時から1999年9月30日までは、住宅、都市整備公団、同年10月1日から2004年6月30日。登場当時は、前面と側面に、住都公団のマークが設置されていたが、 1999年の都市公団への移行後に前面マークの撤去と側面マークのドックマークへの交換を実施し、その後2004年の千葉ニュータウン鉄道への譲渡に伴い、側面マークは北総鉄道のプレートに交換され、K、西グループロゴも追加された。北総管理の編成の中では最後まで神経性乗り入れ時代の SR 列車無線アンテナが残っており、 2005年4月には、新京成電鉄 N800 系電車の、新車搬入時の牽引車としてし、2010年3月27日には、北総春祭りの開催に合わせて、本系列を使用した、臨時列車、北総春祭り号が、京成上の京成高さ後、千葉ニュータウン中央間で9018編成を、使用して運転された。北総の車両が、 京成上の青戸間に入線し、北総線へ直通する列車が営業運転を行うのは2009年、2013年3月1日から9200型が営業運転を開始した。これに伴い、9008編成が同年2月28日をもって営業運転終了し、同年3月1日付で廃車された。そのため、 2013年3月以降は9018編成のみが在籍運用されていた。しかしその9018編成も2017年3月17日をもって定期運用を製造メーカーは全社日本車両製造である。外販のみステンレス製とした全長18メートル級のスキンステンレス車体で客用扉は 両開きのものが一両の片側につき三箇所ある。前面部は腰のあたりが張り出した形状で、前面には熱線入り棒曇りガラスを採用した。青を基調としたカラーリングの車両が多い、北総鉄道管理にあって唯一赤と緑のカラーリングを施した車両である。外反がステンレス製のため基本的に無塗装であり、側面の窓周りと前面の下部に、 赤と緑の粘着テープをシンボルカラーとして貼り付けている。この粘着テープは AA 基準に適合したものであり、全般検査2回分の期間における対抗性を見込まれたものとなっている。室内はクリーム系のデコラ化粧版に、座席はロングシートであるが先に登場した7000型とは異なり、座面生地を2人用はオレンジ色、4人用はワインレッドとして、 組み合わせによって、座席定員の明確化を狙った。客室側扉の構造は、東京都交通局10の000系電車とほぼ共通であるが、客室側の取っ手が10から000型では四角に、対し、超円形となっている点が異なる。扉間の側窓は、大、小、大の三分割となっており、大窓及び車端部は、 厚さ 5mm の透明強化ガラス一段加工式となっているが、中央の小窓は固定式の色付き合わせガラスでカーテンも設置されていない。これはカーテンをすべて下ろした際に車内から駅名標等が見えなくなることを避けるためで現在のような車内表示器が普及する以前のアイデアである。冷房装置は京急、終電装置も京急と同一品の PT43。 型量計パンタグラフを搭載する。方向幕は登場当時は行き先のみの表示であったが、1993年に列車種別も同時に表示するものに交換され、さらに1997年には北総7000型と同様の表示機に交換された。前面の運番幕は登場時は運行番号のみの表示で女子側総下部に設置されていたが、 大通気船開業に先立ち列車種別と運行番号を表示するものに変更の上位置も女子側窓上部に変更された。その後前日の1993年の方向幕交換で運番幕の種別表示部は使用停止となった。この間、方向幕は行き先のみのままで急行運転を実施する京急線内でも側面は行き先しか表示されなかった時期があった。 堺地直波制御装置や、回生ブレーキ、併用電磁直通ブレーキ、マスコンブレーキハンドルなどの聞き取り扱い面は北総、7000型と共通である。主電動機は 130kW のものを、東洋、三菱の2社より採用し、駆動装置は1990年12月に8両化のため増備した2両を含め全 M ユニットとも、TD カルダンとした。冷房装置び、 補助電源装置は、北総7000型が、集約分散式と電動発電機であるのに対し、統計式では、冷凍能力36000キロカロリー、H の CU71D1 系、集中式冷房装置と、GTO サイリスタを用いた出力 60Hz の BS482H 型静止系インバータが、採用された。都営地下鉄浅草線直通用として、 統計形式と同時期に製作された車両に、形成3600系電車があり、制御装置に、境地直波制御を採用する点は共通であるが、3600型は集約分散式冷房装置を搭載し、ワンハンドルマスコンかつ電気指令式ブレーキを採用するなどの異が見られる。ありがとうございます。